よいしょ。よいしょー、帰ってきたー。よしということで、あ、メダルでした。帰ってきましたー。よいしょー。いいー。で、今、お互いのっていうことで、今日も終わりました。今日の曜日、木曜日。今日のね、おつまみは、ダーン!サーモン。で、この、なんだっけ、タラコスパゲティだっけ、この好きなやつ。で、これ、焼き鳥。はい。で、これ、さあ、ホッケ。これでね、つまんでいきたいと思います。それでね、一杯だけ飲ませてください。金麦でいっちゃいたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。ケビケビ。うまぁ、うまぁ。箸が抜いた。よいしょ。最近もうさ、走るっていうよりもなんか、よいしょ、走るっていうよりもなんか、なんだろう、朝はパンのために走って、夜はこのつまみのために走ってる感じがするよ。早く飯食いて、飯食いてって。だから私の最寄り駅までが1時間、1時間走んないと会社に行かない、会社から帰ってこれないっていう、その徒歩があるじゃん。駅から会社まで徒歩何分とか。僕の場合は駅から会社まで走って1時間感覚だけなんですよね、っていうことは分かりました。すごいとこじゃないんですよね。えらい遠い通勤時間みたいなね。うん。ちょっと変態的な話するんだけど、結構スーパー行ってるからね、あれ観察しちゃうんだけど、お母さんたちのカゴの中っていうのはいっぱいだからわかるんだけど、なんか、なんだろうな、その独身の人の男性とか女性のカゴの中とかって気になっちゃうよ。なんかね、自分も独身だからさ、あ、こういう食生活してんだって、ああみたいな、キャーみたいな感じになるね、なんか、うん、もうそれがさ、手作りの料理とかいっぱいさ、なんかこう食材入ってたら、あ、ちょっと何これ、そういうのやるのかなとかさ、一人じゃないかもしんないんだけど、わかんないんだけど、うん、なんかお弁当一つとジュースとかだったら、ああなんか、ああキュンキュンするとかさ。思うじゃん、なんかそういうのって如実にわかるよね。カゴの中っていうのは人生だよね。自分もそうなんだけどね、うん、僕のメニューはどうやって考えてるかっていうと、半額だからスーパーは半額じゃないと行く意味がねえと思ってるから、うん、定価で買うんだったらセブンとかの方がいいから俺。まあ、まず一杯目はビールからで、うん、よいしょよいしょ、持ってきましたよ。ということでね、今日は氷からのドーン、好きなんだこれ。うっ、よし、
悩んじゃったよ。ホッピーで行くかこれで行くか、ちょっとホッピーもちょっとね後回しして、でこの大分麦醸酒二階堂さんで今日も攻めていきたいと思います。このさ、おつまみで考えるんだけど、 なんだろうな、このなんかおつまみで変わるんだよ、なんかね、わかんないけどさ、もう軽いから、じゃ、ディバース、おし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 、舐めないでね、今舐めてもいいけど食べてないでね、バクバク食べないでね、食べちゃダメだよ、舐めるだけね、食べちゃダメだよ、舐めるだけなんてね、やらしいけど、ね、うん、帰ってきて犬の散歩をするんですよ、ね、でそれついでに踊ってくるんだけど、あのこんな寒いのに若いこのなんだろうね、学生さんというか、カップルが公園でブランコ乗ってんだよ、こんな寒いのに、青春だなと思ったね、青春っていいなって、俺もブランコ乗って女の子と語り合いてと思ったもんね、寒さよりも恋の炎が勝つというその感じがいいよね、ああびっくりする、もううわって、もういいよね、なんかそういうの、昔はその恋の炎に勝ってたんだけどね、うん、うん、勝てーよ勝てー、ああ、あーベイベー、なんかすごい親父の絵面だよねこれ。ピシッてね、俺さずっと、みんな俺ずっと聞いてるかもしれない、犬と話してるの、ずっとこの人と、うん、この人ずっとね独身じゃん、バツ人じゃん、ずっと犬と話してんだよ、ねね、眠そうだけど、なんか寝てるけど、寝てるの、あったかいから、そうずっとね犬と話してんだよ、だから独り言っていうからは、独り言ってっていうよりかは犬と話してる、うん、犬とも話せる、うん、猫とも話せる、うん、人間とはあんま話せない最近、うん、悲しいから、よしラスト一杯にしよう、これ危ないから、ね、よし、うわ、二階堂来るねこれ、ああ、うお、
来るよ。今日はここで、愛する人よ、愛する人、愛する人、よいしょよいしょ。あー、今日は食べて飲んだね。最後のね、これ豚汁ね、トップバリューのね、これで飲んでね寝ようと思います。豚汁なんで好きかっていうと、マラソン大会にもあるんだよね。こう頑張ってさ、走った後に豚汁出てくる大会って多いじゃん。だからもっと好きになっちゃってさ、もう大好き豚汁よし、飲みますね。すいませんけど、ということで、また明日頑張って走っていくよ。ということで、ピース。愛してるよ。ということで、チャオ。